志麻さん、今回ですねアンケートご協力ありがとうございます。はい、まあ、あのアンケートでちょっと書いていただいてますけれども、まあ、その回収できてないっていうのは現状なので、うん、回収するためにやるしかないですよね。まあ、その別に趣味でお金を払ったっていうことだったらいいんですけど、まあ、今回自己投資っていうキーワードで僕はあのアンケートを通らせてもらったんですけど、投資したらそれを回収するっていう気持ちでやらないといけないんで、僕はですね、まあ、ここで書いていただいたんですけど、その単純な作業が楽しくないとその作業に自分なりに価値を見出せない。確かにそうなんですよ、おっしゃる通りなんですけど、僕もその単純な作業ってあるんですよ。めちゃくちゃ単純な作業あるし、そこにそのモチベーションは湧かないんですけど、でもやるしかないんですよ、うん。だ正直ですよ、正直僕毎回その、まあ、商品買っていただいた方にお礼は、まあ、買っていただいてるんであれなんですけど、アンケートって全部無料じゃないですか。無料で全部プレゼントするのに対しても全部一人一人動画撮ってるんですね。まあ動画を撮るということは、僕はあのありがとうございましたっていう動画を撮るのは単純作業なんですよ、うん。で正直ちょっと今日しんどいなみたいな、もうこれね動画を撮りながらちょっとぶっちゃけますけど、今日やりたくねえな、どうせアンケートでしょみたいな。まあ買っていただいたら、そのね買っていただいたんで、まあ一応モチベーション上がるじゃないですか、買っていただいてありがとうございますみたいな。でもアンケートってまあプレゼントするだけなんで、でも僕が一応そのアンケートに対しても、その動画をね、まあアンケートに答えてくれたからお礼として動画も撮るしプレゼントも配るっていう決めてるんで、まあ、やるんですけども、めっちゃ単純作業で、そのなんだろうな、モチベーションが湧かない時もあるんですよ。そう、まあ、今日なんか特にそうですね。いや、うわ結構きつい、3時間ぐらいかかるなみたいな。これ結構一人一人に今撮ってるんですけど、この前も3時間ぐらいかかったんですよ、一人一人に。3時間ですよ、3時間ずっと iPhone の前で、3時間 iPhone の前でひたすらこう喋り続けるっていうね、結構きついですよ。結構孤独ですし、俺何やってんだろうみたいな。しかも別に商品買ってくれたわけではないわけじゃないですか、うん。だけど、やると。でじゃあなぜやるのかっていうと、僕はこれを一環としてやってきた結果、今の収入が成り立ってるってことが体験してきたんですよね。これをやったから今があるぞっていう。だからなんだろうな、楽しいとか楽しくないとか、まあ、そう置いといて、僕はとにかくやるって決めたことをやってます。だからこの動画作成して一人一人にお渡しするのも、楽しいとか楽しくないとか そんなのは、まあ、置いといて、正直まあ、この動画で言うべきことではないと思うんですけど、ぶっちゃけやりたくなかったです今日は。モチベーション僕も心疲れたなみたいな。で今日水曜日で、夜ライブ放送ないんですよ。お昼ライブ放送して、僕毎日ライブやってるんですけど、で週に1回だけ夜開くんですよ。週に1回だけ夜開くんですね。でそもそも毎日ライブやってるんで僕休みないんで、その週1回だけ水曜日は夜開くんですよ。でその夜空いてる時間が全部この一人一人の動画で潰れるっていうね。まあ僕も人間ですから、やっぱ夜ちょっとなんかちょっと休憩したいなみたいなのあるじゃないですか。だけどやるって決めたからやってます、うん。だからこれ自分でお金を稼ぐっていうことは、そのやるって決めたことをやっていかないと稼げないんで、てか自分で決めたことができなかったら、じゃあどうやって自一人で稼いでいくのって話じゃないですか。別にそのサラリーマンで稼ぐんだったら会社が決めたことをやればいいだけなんで、そうじゃないですか。でも自分で稼ぐってことは自分で決めて自分でやるんですよ。だからこれがその単純であろうが、モチベーション上がんないだろうが、関係なくやっていかないといけないですね、自分で決めたことは。で自分で決めたことをやってって、でそこに対して結果が思うように出ないんだったら、また決めて改善していくっていうね、これを繰り返すしかないですから、うん。だからそこをぜひやっていただきたいなと思います。であとまあ今回チョコさんの話もすごくいい、心に響くんじゃないかなと思いますんで、ぜひ聞いてみてください。はい、ありがとうございました。